こんにちは。今日はとっても簡単に5分で自分を変えることのできる方法を、えー、お届けしたいと思います「サカソチャンネル」では心と体の健康そして幸せのための秘訣、えー、エクササイズなどをお届けしてますのでチャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いします。 で今日は5分で簡単に、えー、自分を変える方法ということなんですけれども、えー、皆さんなんか不安な気持ちがあったり、えー、なんかなってほしくない時にパニックになったり恐怖感を抱いたりあとストレスを感じたりそういうことがあってなんかうまくいかない人生うまくいかない。 ね、その壁ができてしまうということがよくあると思うんですけれどもその壁を取り払う、えー、方法をお伝えしていきます <laughs> まずは一つ何かあの自分の苦手なもの,あのすごい恐怖心を抱いてうまくできないものとかあのそういうものを一つ思い出してくださいこの人苦手でこの人のよ近くにいるとうまく話せないとか うまく仕事が緊張してあうまく仕事が行かないとかそういうのでもいいですし1つなんかちょっと選んでみてください。で選んだらその場面その人を思い出して心に抱いてあの感謝の気持ちを送ります5分間。 ね、あのただ単に「ありがとうございますありがとうございますありがとうございます」っていうその場面その人を思い浮かべながらずっとそれに感謝を送り続けるっていうのでもいいですしもうちょっと具体的にあのこういう機会を与えてくださってありがとうございます。私を成長して 成長できる機会を与えてくださってありがとうございます」というような感じで具体的に言ってもいいですしとりあえずあの5分間感謝を送ります。 では今から始めましょう。このデモンストレーションでは、えー、10秒、15秒ほど一緒にやらせていただきます。でも本当に自分であのやる場合は5分ぐらいは、えー、続けてやってください。で最後にこのビデオの最後にもう少し、えー、詳しい説明をしてますので最後までご覧ください。それでは始めましょう。 いかかがでしたでししたょうかこれはどう,どうしてこれがあの自分を変えることになるかっていうとあの感謝を送ることで、えー、自分の,あの気持ち自分の心をプログラミング再度プログラミングしてるんですね書き換えですよね。 何度も何度も繰り返してやることによって潜在意識の書き換えにもなりますのでそれによって本当の自分パワフルな自分っていうのが内面から外に出てきて自分の理想の人生っていうのが送れるようになりますので是非試してみてください。逆袖はないろいろなパワフルな テクニックを使って皆さんのヒーリングのお手伝いをさせていただいています無料ご相談も受け付けておりますのでご興味のある方はお気軽にメールでご連絡くださいそれじゃあまた